しそうだよね。うん、370円かしてよ、これ。うん、フォンダンショコラに見えるね。うん、ガトーショコラ。私たちといえばガトーショコラかもしれない。ガトーショコラ、うまそうなやつをセブンで見つけた。中学生がいる。中学生と小学生になりたじゃーん。ゲット。どんだけこのもらえるっていうのに乗せられてる。うん。ラスボス食べるからさ。じゃあガトーショコラ食べよう。美味しそうだよね。380何円かで高いけどさ。ケーキ屋さんぐらいの値段じゃない。うん。鶏肉。固まってる。うん、濃厚だね。300円越した。うん、柔らかい。おいしいじゃん。ずっしりはしてないタイプのガトーショコラだね。むっちり、むっちり、おいしい、おいしい。今日の話は、今日の話は生命保険の話です。勧誘するみんな。うん、勧誘する。マジもらおうかな。生命保険に加入しました。今まで、あ、ちっちゃい時入ったのかな、わからんけど、生命保険に入ってなかったので、ネットとかでも入れないとか、入れるとか、ちょいろいろ書かれてたけど、あ、戸籍変えるまではわからない。戸籍変えた後もどんなかな。分からんけどさ、一応この入れんかなと思って、たまたま彼女の親のところに生命、うん、ね、保険さんが来てたから、帰りに外で話しかけて呼び止めた呼び止めて事情説明して、なんか入れる保険ってないですかねって相談したから、一旦持ち帰ってくれて、で、一応探して連絡しますって言って、もう次の日か2日後ぐらいにはすごい、次の日から連絡来て、で、一応結果として、入れるかどうかは申し込みしてみないとわからないって言われて、健康診断の結果とか、うん、それも大丈夫だから、じゃあやってみましょうってなって、で、待ち合わせして会って、保険の提案受けて、まあ別に、うん、いいんじゃないかなっていう内容だったから、ただまま申し込みとやって、で、申し込みするときに今年の健康診断の結果の紙があったらってだったけど、今年コロナの影響でまだ受けてなくて、うん、来週受けるんだけどさ、来週健康診断だけど、じゃ去年の健康診断のやつ持って行って、で、一応このそれだけじゃ通らないかもしれないから、その保険会社が用意している問診、お医者さんに見せてやるっていうのを、うん、医師による審査のご案内っていうやつで、保険屋さんの事務所で尿検査と今までのかかった病気とかあんなのとか話して、であとなんか貧血検査みたいな感じでピシッてやって血取るやつ、血液検査そのやつ。なんかホルチューでいつも何かが濃いんじゃなかった？血が濃い、ヘモグロビンが濃いでやって、で、一応それをもとに本社の方で調べて査定して、で、一応1週間後ぐらいかな、承諾おりましたっていうことで回答が返ってきました。無事保険に加入ができたという、うん、まあやってみるもんだね、うんうん、まあそんなでも安い保険じゃないからさ、会社で違うじゃん、うん、本当はなんか3000円か5000円ぐらいのさ、うん、保険とか月に、うん、がいいかなと思ったけどさ、こんなのもある。安いのは安いのであるよ、うん、一応今回は生命保険で医療保険の特約とかもう一応ついてるやつで、自分の
月々の保険料は16,476円です。違うさ、5倍するの。想像の5倍のするわけ、うん、で、本当はなんかバイタリティっていうあれに入れたら14,000いくらかぐらいなんだけどさ、支払い方法の関係でそれは今入れんかったから16,476円のやつに入った、うん、で、一応まあまだ30代だから一応なんかこのプランの内容として就労不能、働けなくなった場合の保険とか、まあ、あと入院とか手術とかの保険と死亡した時の保険とかが一応入ってて、で就労不能もまあ、基本的にその障害1級2級とかっていうのがあるけど、それ以外にもこの保険会社が所定する内容、まあ、例えば骨折して介助が必要、例えば自分一人でお風呂入れないとかご飯食べれないとかってなれば、診断書は必要だけれども、それが一応通ったら、いくらもらえるっていうのがあるわけ。入院じゃなくても、うん、入院じゃなくても、うん、それが保険会社所定の要介護状態が182日以上継続とか、なんかいろいろ条件はあるんだけどさ、だったら一応まあ年間100万円で、まあ、最高で27回、まあ、これを月8万ぐらいもらえるぐらいの計算でお金が出てくるわけ。あ、2700万ではなかった。1回では入らない。もう自分が今怪我してさ、もう障害持ちましたとかってなれば、まあ、毎年100万、27年間もらえる、うん、うん、っていう感じかな。まあ障害だったら障害1級2級とかだったら障害年金ももらえるからさ、それにプラスこの保険が8万ぐらい。27年って何歳？65。うん、までもらえますよってやつと、あと精神障害のなんとかとかもあるけどさ、それと一時金300万とか今もらった方がいいかもしれない。うん、ある意味障害だよね、頭パッパラパーだから、うん、で、亡くなった時が、これも一括じゃなくて毎年毎年あんちゃんがもらうんだけどさ、あ、受け取る人はあんちゃんです、それも審査通りました。名前が書いてある、うん、これも50万が27回、1350万もらえますとかで、亡くなったらまた別で100万円。なんて書いてある？内縁な妻では書いてなかったと思うけど、関係って書くとこない？うん、なかったんじゃないかな、書いてあったかな。同一生計とかの条件はあったよ。お家に住んでるんです、うん、一緒に生活してるっていう、うん、お家に来たよね、うん、関係は書いてないね。特約死亡保険金受取人って書いてあるけど、じゃこの住民票別々なんだけれども、その一緒に同一生計であれば OK ということで、一応まあその後日調査員の方がお家に来て確認に来るんですけど、まあ、でも玄関中にも入らんかったね。中にも入らん、まあ、ただ口頭で確認ぐらい、5分ぐらい、ね、掃除もしたのにね、うん、終わり、うん、って感じで、まあ、万が一自分に何かあっても彼女にお金が入るので安心です。お葬式で100万円でしたっけ。そんなのが選べるわけ。まあ掛け金を増やせば高くできるよ。まあもっと年取ったら増やしてもいいかなと思うけどさ、まあ希望すれば認知症特約とかもあるけど、まあまだそれはないだろうと思うからさ、今回は入れなかった。あとは特定重度生活習慣病保険金、9つの重度生活習慣病で所定のいずれかの状態に該当した時にいくらとか、がん診断保険金、初めてがんって診断されたらいくらと、そんな、まあ、金額は大きくないものにしてるけど、うみゃい、うん、なんて綺麗なのね、もったいない、うみゃい、とか、あと入院保障充実給付金とか、災害入院給付金、疾病入院給付金、成人病入院給付金とかが入院給付金とか、あとは手術
と手術給付金とがん薬物治療給付金、先進医療給付金、運動器損傷給付金、顔面損傷給付金とかね、とか一応いろいろついています。で一応10年更新だから、まあ定期的に見直ししてプラン増やしたり掛け金上げたり、10年、うん、10年ごと10年間は保険料変わらんから、まあでも途中で追加したいとか変えたいとかであれば変えられるって。だからまあ今はちょっとこれで入っといて、まあ必要ないのがあったら削って、厚くしたいところがあったら厚くしてとか、まあもし、あとはまあもし他になんかいい保険が見つかればそこに乗り換えしたりとかもあると思うけどさ、それは分からん。結局まあとりあえず今は保険に入れればいいっていう前提だから、そんなになんていうの細かく調べたりとか何もせずにとりあえず入れればいいっていう過程に入ったんで。バイクとかは入ってたさ。うん、バイクはあれは誰でも入る。人間の保険の話。うん、人間の保険の話。そんなに今そこまで手厚くはしてないけど、まあちょっとプラスアルファになればいいかなぐらいのやってる感じかな。まあこれは今ね、これ買えればもし保険、他の保険会社に乗り換えるときにさ、ちょ大手で入ってるさ、ね、大手の保険会社だから他に乗り換えるときとかに、まあ承諾通りやすいんじゃないかなっていう淡い期待も込めて、まあないかもしれんけど、そんな席とかは別に言わんかった。まだ帰ってないっていうのは言ってよ。うん、また戸籍変えたら変えてでまた報告して、まあ保険は相談してみたら意外と入れるものはあるっぽいです。入れた、うん、一発目に一発でうまくいったから早かったね。うん、これで今日は安心です。安心、あ、コロナでもお金もらえるって言ったよ。うん、コロナで入院しても自宅療養になったとしても保険金出るって。うん、終了終了って終わったって話。クリスマスリー。保険は入れるところはあるみたいなんで、入りたい人は相談してみるのが一番いいと思います。疑問質問があったら、うん、まず行ってみるのがあり、うん、もう入れるっていう保険があるのは多分少ないと思うけど、やってみたら入れたっていうのが多分ほとんどだと思う。結局上があっちのね、あっちが決めることだから、申し込むだけ申し込んで、申し込みしてもお金かかるわけじゃないし、申し込みだけして審査みたいな、うん、そうそうそうってな感じで、次はクリスマスツリー。12月毎年恒例のクリスマスツリー、今年はちょっとプレゼントが見込めない。見込みはない見込みはないコロナで見込みがない一切ない、うん、自分たちでお歳暮買ってくるって。お歳暮、それクリスマスとお歳暮違うんじゃね。クリスマスプレゼントを買って